Entry number 12, 夏の収穫 Summer Harvest, 牧師屋。朝起きて電気をつけたら部屋が明るくなる。蛇口をひねったら水が出てくる。コンビニやスーパーでパンやミルクが簡単に手に入る。皆さんはこれを当たり前だと思っていませんか？私の母は今スイスに住んでいます。そこで大きな畑を持って鶏も飼っています。去年の夏休み、私は母に会いに行きました。初日の朝、母に起こされました。おはよう、朝の仕事があるよ。まずトマトに水をやってね。次に卵を集めて、それから朝ごはんにしよう。私は、うん、任せてと返事しました。トマトは温室にありました。中は100本以上のトマトでいっぱいでした。私は虫がとっても苦手です。でも虫もいっぱいいました。虫が私を攻撃しませんように。私はそう祈りながらホースで一つ一つ水をやりました。トマトに水をやった後、卵を集め始めました。卵を見てびっくり。茶色い卵、クリーム色の卵、真っ白な卵、青い卵までありましたよ。仕事が終わって疲れてお腹がペコペコでした。手を洗ってダイニングルームに行くと、目の前に赤いトマト、緑のトマト、黄色いパプリカ、プリプリの目玉焼き、手作りのベーコンが並んでいました。いただきます。あれ、どうしてこんなに美味しいんだろう。トマトマジで甘い。確かにいつもの目玉焼きとトマトでした。でも気がついたんです。その卵もトマトも私が初めて自分で育てた食べ物だったんです。残りの3週間、私は母と一緒に毎日同じ仕事をしました。トロントに帰ってからも私はよく夏のことを思い出します。私のその夏の収穫はスイスのチョコレートやロレックスの時計じゃありませんでした。私の日本語のクラスでいただきますと習いました。いただきますは、食べ物が私たちに届くまでの誰かの苦労に感謝する言葉です。私たちが当たり前と思っていることは当たり前じゃありません。それに気がついたことが私にとっての本当の夏の収穫です。ありがとうございました。